不評第17連隊は、大日本帝国陸軍の連隊の一つで、1885年から1945年まであった。はじめ仙台賃大に属し、1888年に、それが移行した第2師団、1898年に、新設の第8師団に所属を変えた。日清戦争以降、太平洋戦争までの日本の主要な戦争に参加した。 不評第17連隊は、1885年6月の軍備拡張計画に伴い、仙台鎮代の3つ目の不評連隊として設けられた。弊社は、仙台城に隣接する川内地区のかつて藩の材木像があった場所に建てられた。仙台にはすでに不評第4連隊が筒じが丘にあり、仙台では2つ目の不評連隊であった。 不評第17連隊は1898年に、それまで軍隊がなかった秋田に移り、新設の第8師団に属した。仙台の平営には新設の不評第29連隊が入った。これより先、日清戦争直後の1895年末に、東北地方北部に新師団を設けることを含む、軍備拡大計画が決められた。 これを知った秋田県では、秋田市と六号町で連帯の誘致を目指す運動が起こった。秋田県知事、平山康彦が秋田を進めて後押ししたこともあり、1896年6月に陸軍は秋田への設置を決めた。秋田市は誘致運動の一つとして、兵営のための敷地を市が買収、剣納する願いを出し、県が無償で提供した土地と合わせ、 連帯用地は地元で確保された。秋田市を優遇した知事に対して、六号など、戦北地方は強く反発した。8月に、県議会で知事に対する不信任決議が可決された。平山は、その1ヶ月後に、秋田から転任することになった。秋田市の大技手形に、自十七竜という地名があり、地名の由来として、明治期に、 不評第17連帯を除隊になった人たちが流れて移り住んだという説がある。ありがとうございます。